きがいがある仕事を発見をすればね、睡眠が不足してもカロリーが不足してもね、それで倒れることはないっていう、つまり精神力が起こるっていう。それで私はね、その関西学院の後輩にも言いたいね、父が言っていた重明って言って三つの部位が必要だって、ビジョンを持ちなさい、大きなね、ブラウリングが言ってたような輪を描きなさい、そしてあなたはその輪のアークになる、一つでいいから、で自分が生きてあるように完成しようと思うと小さな輪になるから、だから次々のジェネレーションでそれを完成すればいいから、